さあみんな、今回からマシクラが始まるけど、準備はできてるかい？もちろんできてるよ。準備できてなくても大体なんとかなるわよ。早く始めようぜ。よし、それじゃあやっていくよ。なんかマイクラ久々だね。そりゃあ、あんだけ作業したら。なんか向こうにいない？もしかして役立つ者じゃないのか？うわマジか、村を囲った柵の内側に出ちゃったよ。とりあえず迎撃しようよ。待ってろ、今弓取ってくるから。うえい！そういえば役立つ者と戦うの初めてだ。運が良ければ伏せのトーテムも手に入るからな。え、じゃあ前に苦労して見つけた森の洋館は？まあ、なんか使い道はあるでしょ。あれ、役立つ者は消えたね。なんだったんだ。無事に始まったね、マシクラ。記念すべき最初だから何かと戦いたかったんだけど、どうやら向こうから来てくれたみたい。わあ、あれが旗持ちか。っていうか、今建築途中なんですけど。あっちから来たんだから、こっちが合わせるしかないでしょ。まあ、そうなんだが。ことになるとは思わなかったんだ。だって普通あの機動的には当たんないじゃん。また犠牲者。いや、犠牲馬が出てしまった。あ、呪いもらった。後でちゃんと当たり判定確認しておきなさい。イエスマム。襲撃になったはいいけど、どこから来るのかな。全方位確認しないといけないな。守備範囲は広く行こうぜ。あ、いるじゃん。難易度はノーマルだから大して難しくはないと思うけど、またさっきみたいに犠牲を出すのが怖い。そこは技術でどうにかするしかないな。やっぱり、っていうか、この子ら平気で射線に入ってくるじゃん。さっきもそうだったよね。こらこら、他人のせいにするんじゃない。それはそうなんだけど、無駄話してる間に第一ウェーブクリアしてるわよ。あ、ほんとだ。この調子なら特に問題はなさそうかな。数はいるけど極端に強くはない感じ。ノーマルにしておいてよかった。あ、なんかゴーレムも手伝ってくれてるみたいだね。優秀な護衛だな。いやー、あとはみんな柵の外に出現したからかなり楽だったよ。しかも不死のトーテムを2個もゲットしたからね。これは美味しい。お、村の営運を完了した。これを完了すると何かあるのかな。安く交易ができるようになるよ。え、でも今村で来たばかりじゃ。そうなんだよね。交易あんまりしないからあまりメリットじゃないんだよね。ところでさっきから花火が上がってる音がしてない？うん、誰が花火を上げているんだ。あ、村人だ。襲撃をクリアすると花火を打ち上げるんだ。これは嬉しいな。しかも無色の花火じゃなくてちゃんと色がついてるのね。この演出は知らなかった。これから機会があればまたやろう。花火を見たいためだけに村を襲わせるってウプ主が一番恐ろしいよ。そうそう、マイクラの画像を漁ってたらこんなのが出てきたんだ。もしかしてこれ一番最初に作った家じゃない？そう、その通り。これいつの画像？2017年の4月だね。初めたての頃か。動画の最初の方にチラッとだけ映ってたけど、後にこんな感じの建物になるんだよ。ああ、今はもう村人の家になってる木綿豆腐ね。そして、前作の建築センスカイムのマインクラフト、第1回の一部を見てもらおうか。え、それに何の意味があるの？まあまあ、とりあえず見るだけ見てみてよ。これでも家だからね。ここにはいつかタワーを建てる予定だから。できんの？うつむしに、この野郎。とまあ、このような発言をしてるんですよ。あったなぁ、そんな話。てなわけでね、現在のこの場所はどうなっているかというと、なんだこれ。作った本人が言うのかよ。そんなことより、ここはこんなに変わってしまったのね。まず地形が変わりすぎなんだよ。そりゃあ僕が一生懸命整地したからね。何に使うのよこの土地。それは見てー。中に入ってみるとなかなか大きいな。さっきの家の床部分だけはまだ残してあるんだよね。そしてここにビーコンを置きたい。ということで今回の本題、ビーコン
作るためにウィザーを倒そう。長かったなぁ、前振り。だって略奪者来ちゃったんだもん、しょうがないじゃん。ほら、ちゃんと頭蓋骨集めてきたんだよ。ウィザーはかなり強い相手だけど大丈夫かな。大丈夫なんじゃないかな。僕、素手でエンダードラゴン倒してるし。あれは素手で倒したって言わない。まあ、それは置いといてどこで戦うつもりなの。こっちの方に大量にある土地で戦おうとしてるよ。え、広いところで戦うのか。そう、ウィザーをはめて倒すやり方はあるらしいけど、まずは真面目に正々堂々戦っておきたくてね。確かにウィザー本来の強さを最初に知っておくべきだよね。それにしても遠いな。離れてないと村に侵入されるからね。それは絶対に阻止する。よし、来い。こっちにはトーテムが2個もあるんだ。負ける気がしないね。装備的には問題なく勝てるはずだぞ。あとはプレイヤースキルの問題だね。試合開始。いねえ、消えたんだけど。僕、間違いなく召喚したよね。周りをよく見てみよう。本当に消えたのか。いや、よく見たらいるな。よかった、無事に召喚できてた。なんだか締まらない始まり方ね。今度こそ戦えるぜ。まずは半分まで火力を減らして、残りは完結しかつかなくなるんだよね。しかもこいつは1分ごとに体力を1回復するらしいぞ。あまり戦いは無駄にかその予想がいいみたいだね。それより体力の減りがすごいんだけど、遠くに落ちてよかったわね。ああ、あっという間に2分まで。どうした、思った以上に相手の体力が減らない。それより1日のエイムがダバい。あいつなんかと左に動くんだね。それはかなり戦況がひどいな。大丈夫だって言ってたのはどこもダメだったかしら。特別簡単に申し訳ございませんでした。早く装備回収に行かないと。こいつなかなか離れてくれないな。装備を回収してさっさに出るしかないね。確かあの線だったはず。あれ、僕の装備は全然しか残ってなかったわね。ということは全力。嘘だ、嘘だと言ってくれよ。ああ、もう逃げ切れない。よかった、今度は残ってる。確かにウィザーには爆発攻撃があるからな。僕の場合は装備返してくれよ。あと少しが増えたんだね。このまま削り切ってくれ。相手の装備が上でした。こうなったら鉄の剣持って数打って倒してやる。前のエンダードラゴンと同じ戦法ね。いやあ、あいつ絶対許さない。うわ、派手に壊されてるね。早く倒して修正しなきゃ。頼むから倒れてくれよ。今思ったけどさ、こっちが減らすより相手の回復の方が上じゃない。ウィザーの元に着く頃には回復してるもんね。ウィザー、君と組んでっす。やっぱりダイヤ攻撃して揃えてくる必要があるね。残りは他のダイヤ消費したんだから倒されろ。ダメでした。3度目の正直だ。今度こそヤツを倒す。ちなみに2回目のダイヤ意識も全没しました。なんで勝てないの。また全ロスなんですけど、4回目の挑戦なんですけど、まともに体力も減らせないで死んだんですけど、
ここまでダイヤ一式と剣一本の窃盗4回ロストか。これはなかなかきついな。ウィザー攻略を調べておくわね。よろしくお願いします。装備はすべてダイヤでエンチャントはすべてにダメージ軽減4。今までの装備にもエンチャントはつけてたけど、爆破耐性をつけていた分ダメージ軽減を入れられなかった。爆破耐性よりもダメージ軽減を優先すべきだったか。武器はロストしたやつも全部アンデッド特攻後がついてたけど、そもそも使う前に死んでたから無意味だった。作戦はあると言っていいのかわからないけど、こっちが倒れる前に倒しきる。体力は割と減らせてた方だからね。問題は体力を減らしきる前にこっちが死んでたこと。しかも逃げて回復する隙も与えてくれない。だから攻撃、防御を上げられるだけ上げて、やられる前に、ぶっ倒す。時間が止まってこっちに来なかったからね。まさかこんなに苦労するとは思わなかったぜ。僕だって思わなかったよ。4回も全ロスするなんてさ。まあ、勝てたからよしとしよう。ビーコン設置して今回は終わろうか。ビーコンって4段で最大の恩恵が受けれるけどさ、4段目が 9×9 の幅になるじゃん。そうだね、ここに建てた家、どうやら偶然にもそれと同じ大きさだ。ほう、もはやここにビーコンを置くのは必然だな。何かすごい運命を感じるよ。今の所持数じゃこれが限界だ。